て行き先は。リリーちゃん、スーちゃん、いい獲物が取れたからお裾分け。あら、留守かしら。この声は。あなたのリアーネさん、悪いんだけどこっちに来てくれる？誰？あなたは誰なの？あなたが絵の中にいるっていう。はじめまして、私はリアーネと申します。それでどうして私を？あなたの妹さんの熱意を聞いてね。私は娘たちの愛情では負けているのに、どうかしら、お互いに愛する者への気持ちを。望むところです。ではただいま。いっぱい買い物しちゃったね。これお母さんの声？なんだか嫌な予感がする。というわけでですね、ビリスちゃんが可愛すぎて危うく呼吸困難に。わかる、お母さんの気持ち。可愛い者の前では全然無力だ。リアーネさんが目に向かって喋ってる。ついにおかしくなっちゃったの？いや一応お母さんと話してるみたいだけど、どうしてこんなことになってるのかは。やっぱりそうですよね。放っておこう、スーちゃん。これ多分しばらく終わらない。そうだね。それではおゆっくり。本当に可愛くてキュートで、もうフィリスちゃん大好き。私の顔
さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。あ、いた！ソフィーさん、依頼のお化けってあれです。この人たち、ここは私がしっかりしないと。ありがとうね、二人。いえいえ、でもソフィーさんって本当にお化けが嫌いなんですね。それなのにどうしてこんな依頼を受けちゃったんですか？依頼人さんがとっても困ってるみたいだったから。やっぱり困ってる人は放っておけないでしょ。その気持ちはよくわかりますけど、先生はいくらなんでも優しすぎです。今度から苦手な依頼は私に回してください。私だってもうバッチリ一人前なんですから。私たちもいつでもお手伝いします。ぜひ遠慮なく言ってくださいね。ただしお化け退治以外で。みんな、うん、ありがとう。さて、そろそろ帰りましょうか。倒したお化けに呪われても困りますしね。倒したお化けに呪われる？やだやだやだ、今すぐ帰れ。ピリスさんたら、わざわざ怖がらせるようなことを。お灸だよ、お灸。こうしないとまたすぐ変な依頼を受けてきちゃうから。まあ先生のそういうところ、そうですね、私も憧れちゃいます。フィリスちゃん、リディちゃん、早く来ないと。お化けが、お化けが呪われるのは嫌。行くぜ。あ、魔物が出るとこはか。スーちゃんどうしたの？ウニを片手にうなったりして。ダメだ。材料の声を聞こうとしてたんだ。リリーはえのっていうか、お母さんの声を聞けるけど、私には何も聞こえないし。それってなんか悔しいから、リディよりも先に材料の声を聞いてやろうと思って特訓してたのさ。ああ、なるほどね。先に材料の声を聞けるようになってお母さんに褒めてもらうんだから。スーちゃん、実は私、買い物で近くまで来たから寄ってみたの。今大丈夫？
もちろんですね、リディ。うん。ほら、すっごい大きなお肉買ってきたんだ。わあ、早速焼く準備してきます。あんにくん、あんにくん。わあ、お肉ってやっぱり生きるのに必要なんですね。よかったんですか？あー、いいのいいの。あのお肉もみんなに食べられたがってたし。本当ですか？食べられたがってたなんて、そんな。あ、疑ってるでしょ。そうなんですか？フィリスさん、材料の声を？私だけじゃなくて先生も聞けるんだけど。うん、一応ね。でもフィリスちゃんの方が聞けるものの種類は多いみたい。そうですね。特に鉱石とお肉の声には自信があります。鉱石はともかく、お肉って、それただの食欲なんじゃ。確かにフィリスちゃんから聞くお肉の声、食べられたがってます。そんなことないですよ。ちゃんと材料が言ってることですよ。フィリスさんたちも材料の声が聞けるんだ。私もいつか絶対。私も昔同じようなことしたな。ほげ、実はさっきのアドバイスっておばあちゃんからの受け売りなんだよね。頑張ればきっとうまくいくはず。料理は根性だよ、スーちゃん。熱々ドッカンじゃん。
けでもないんだ。当たり前でしょ、決まりに縛られてるようじゃ。そうかな、その名前。いやいや、そんなことないってば。大衆受けする斬新なネーミングだよ。スーちゃんのネーミングセンスがおかしいのは知ってたけど、ここまでだったとは。お父さんにでも似ちゃったのかな。やっぱりお姉ちゃんとして注意すべき。リディ、違うぞ。あのセンスは俺ではなく。あれ、ロゼ、またその爆弾作ってたの？あったかボム。なんだそれ、フラムな、フラム。錬金術の道具って覚えにくいのよ。もっとわかりやすい名前にしてちょうだい。わかりやすい名前って言われても、どんなのならいいんだ？そうね、例えばこれ。ああ、クラフト。ブニバスターでいいじゃない？こんなの。もっと直感的な名前の方がいいと思うわよ。いや、でもウニバスターじゃ何が何だかわからないだろう。これはなんて名前にするの？そうだな、ウニバスター。一周回ってありかもしれない。オネット、君の魂はあいつらの中にしっかり息づいてるぞ。変なところだけな。失ったものへの後悔と、まあ、わからなくはないかな。魔法の草だね。すごい魔法っぽい気がするし。やだ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 、見てない見てない。調合に一味加える材料だね。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティアスベッ。
コラせい。ブルブル緊張する。火がつかないように気をつけて。冷たい。いや、ジュニカは食べたっけ。いざって時戦えないと。あ、二人とも、はい、これお土産。大幕府にも行ったし、あ、海底宝物庫にも行ったわよ。キャプテンと世間話してきちゃった。お母さんってこんなに活動的だったっけ。もうあんまり変なところに行っちゃダメだよ。絵の世界には魔物もいるんだから。お母さんが怪我しちゃったら私嫌だもん。あら、スール、あなたの銃さばき誰が教えたと思ってるの。いなさい。ロゼに作らせた、もとに作ってもらった護身用の銃、リディスール Z。 これさえあれば魔物なんてへっちゃらよ。ママさん射撃大会優勝の実績は伊達じゃない。そうだった。お母さんって実はお父さんより強いんだって。ガクガクブルブル、銃を教わってた頃のトラウマが。ま、銃がないと戦えないし、そこまで無茶をするつもりはないわ。ただこれがあれば散歩くらいは大丈夫だから。うん。また今度お土産を拾ってきてあげるから。あ、思いついた。特性をつけるんだ。これでいい。よし、完成だぜ。ほら、受け取るな。材料を選、防具、材料を選んでくんな。武器を改造するんだ。つけるパーツを選んでくんな。つける
パーツを選んでくんな。つけるパーツを選ん、どの特性をつけるんだ。これで完成だぜ。ほら受け取りな。どの武器を改造するんだ。
ちが B ランクでしょ。うん、そこからもう一つ上がれば最高の S ランク、つまり国一番のアトリエ。なあ、純粋な疑問なんだが、誰、まあ今のところ S ランクはいないって話だが、先を越される可能性は十分によ。ああ、うん。S ランクになればみんな横並びなわけでしょ。 S ランクの中で最高のアトリエになるのは。なるほど。え？誰かさんのお金遣いが荒いから現実主義者になったんだ。ふーん。さーて、俺は散歩に行ってくるとするかな。あ、逃げた。まったく、やる気は戻ってもこういうところは変わらないんだから。とにかく国一番まではもう少し。お母さんとの約束。どうしたのリリー、お腹で。ううん、フィリスさんに聞かれたことの答え。あ、そうか。国一番のアトリエになった後、錬金術で何をしたいのかだったよね。錬金術でしたいこと、したいこと。よし、じゃあこうしよう。二人でそれぞれ何をしたいのか考えておくの。しばらく時間を置いて、お互いに思いついたことを答え合わせする。どうかな。あ、いいねそれ。とっておきの答え考えておくからね。二人ともちょうどいいところに。あなたたちの意見を伺いたいのですが、次のお楽しみ会どんな催しがいいか希望。人形劇。揃いましたね。そんなに気に入ってくれたのですか。はい、とっても。前の人形劇。もっと違う人形劇も見てみたいと思って。なるほど。ではせっかくですし、外部から人形師の方を招いて。話は聞かせてもらったわよ。そういうことならこのパメラさんに任せて。ん？どういうことですか。私凄腕の人形師と知り合いね。知り合いだからきっと安くやってくれるし。頼んでみるのはどうかしら。うん、確かにそれはいいかも。ですがパメラ、あらかじめ言っておきます。何せシスターになる前は私もプロの人形師だったのですから。その方にお願いするとしましょう。わかったわ。それじゃあお話ししておくわね。パメラが凄腕と認める人形師、果たしてどのような人なのでしょう。楽しみです。私を高ぶらせる演技を果たしてできるでしょうか。シスター、この前とは違う感じに変になってますよ。人形師の血がたぎるってやつなのかな。